どうも、大島ちゃんでーす。今日はガストにお食事しにやってみました。今ガストでは、ゴーゴーカレー監修のゴーゴーガストカレー、このメニューが今、期間限定だと思うんですけど、今メニューがあるということで、早速注文して今から食べたいと思います。この、注文したものは、金沢カレーガスト本気盛りという、トッピングがいっぱい、乗ってる、カレーなんですけど、まあ、目玉焼きとあと唐吉の唐揚げ、チーズインハンバーグですよね。それとエビフライ。はい、では今から早速いただきます。まずこのチーズインハンバーグですね。まあ、このチーズインハンバーグは相変わらず美味しいですね。はい、まあ、僕の大好きなハンバーグですけど、まあ、こんだけトッピング乗ってると本当に、豪華ですよね。でこれが唐吉の唐揚げ、まあ、唐吉の唐揚げも美味しいですよね。普通のガストの唐揚げと比べればやはり唐吉の唐揚げはもも肉なんで、ジューシーで本当に美味しいですね。はい、まあ、このカレーはゴーゴーカレーの、金沢カレー、まあ、ゴーゴーカレーが監修した、金沢カレー具なんですけど、まあ、金沢カレーはドロッとした、濃厚なルーで、美味しいですよね。まあ、僕は金沢カレーも好きなんですけど、ココイチのカレーも大好きなんですよね。まあ、ココイチのカレーと比べたら金沢カレーは本当にルーがドロッとして味が濃いですよね。まあ味ルーの味がちょっと違うんですけど、まあ金沢カレーは金沢カレーでとても美味しいですよね。まあこれちょっとこのガス本気盛り、このメニューなんですけど、この上にトッピングがいっぱい乗ってるのでカレーのルーがちょっと少ない感じがしましたね。あとライス普通盛りしたんですけど、これライスをちょっと大盛りにすればよかったかもしれないですね。まあ、このルー、このドローっとしたねカレーのルー、これがまあ濃厚で本当に美味しいですね。はい、まあ金沢カレーはこのゴーゴーカレーの他にもチャンピオンカレーとか、あとちょっと僕は分かんないんですけど、またあといろんな店がありますよね。まあチャンピオンカレーも、結構店舗、ありますよね。ゴーゴーカレーも、こっち福井の方にもあったんですけど、ちょっと店なく、閉店したもんで、久しぶりに、このガストでゴーゴーカレーを食べれるということで、本当に、嬉しいですよね。このガストでゴーゴーカレーが食べられるというのは。まあこの金沢カレーガスト本気盛りなんですけど、これは値段は大体税込みで1500円ちょっといくらだったかな。まあ、結構値段はしますよね。当然チーズインハンバーグと、唐吉の唐揚げ、まあ、いろんなトッピングが乗ってるので、まあ、その分は高い、値段は高いですよね。まあ、普通の、金沢カレーですともうちょっと安いですよね。まあ、本当のゴーゴーカレーとかチャンピオンカレー行くと、カレーライスを、フォークで食べるんですよね。でなんかキャベツが乗っかってて、珍しいですよね。まあ、本当に金沢カレー独自の、まあ、作りというか、そういうメニューですよね。
まあこのゴーゴーカレーなんですけど、元はこのカツカレーの上にチーズインハンバーグと、から好しの唐揚げ、それとエビフライが、トッピングで乗ってるんですけど、まあこのカツなんですけど、まあこれはちょっと薄いとんかつですよね。まあ味はまあそうですよね、まあ、まあ分厚いとんかつではなく薄い感じの、カツなんで、まあカレーのルーと、ご飯と一緒に、まあ、味が、この混ざって食べやすいですよね。まあ味は、とても、美味しいですね。まあこのゴーゴーカレーにガストのチーズインハンバーグが乗っかってるという、まあ、このコラボのメニューですけど、まあ金沢カレーは、まあ、日本全国に、こういったゴーゴーカレーとかチャンピオンカレーの店舗があるわけではないんで、まあこの金沢カレー知らない方はこのガストで、まあ金沢カレーを食べれるということで、まあ、これでまた日本全国に、ゴーゴーカレーが、知れ渡るということは、まあ、金沢カレーの、ファンである、大好きな僕にとってみれば本当に、嬉しいことですね。はい、ということで今日はガストでゴーゴーカレー監修、ゴーゴーガストカレーを、食べた動画でした。はい、完食しました。美味しかったです。ごちそうさまでした。